イベッチ・マリア・ディアス・でサンガ・ローカ・ディは、ブラジルの歌手、ソングライター、女優、テレビ番組司会者。ブラジルのバイア州、ジュアゼロ出身。グラミラテン賞も受賞した。音楽のジャンルは、アシェ、MPB、ポップミュージックなど。バンド・バンダ・エヴァと6枚、ソロで7枚以上のアルバムを発売し。 その力強い歌唱力とカリスマ性、ライブでのパフォーマンスで知られる、ブラジルの代表的な女性歌手。イベッチ・サンガロはポルトガルなどでも人気がある。日本語では、イベッチ・サンガロ、イベーチ・サンガロ、イベーテ・サンガロなどの表記もある。イベッチ・サンガロは、バイア州ジュアゼーロで生まれ、幼少時代を過ごした。歌手としては、学校のイベントで歌ったのが始まりで、 その後バーなどで歌うようになった。やがて、イベッチは、周囲から注目を集めるようになり、ソニーミュージックと契約した。1993年、ソニーミュージックは、アシェのグループ、バンダ、エヴァの改造を行い、イベッチ・サンガロは、そのリードボーカルとして起用された。イベッチのカリスマ的イメージにより、初のアルバム、バンダ・エヴァは、 ブラジルのアルバムチャートの首位を記録する売り上げとなった。イベッチとバンダエヴァのライブアルバム、バンダ、エヴァー・オビーボは100万枚を超える売り上げとなり、バンダエヴァのアルバムとしては最もよく売れた。1997年、イベッチ・サンガロはソロとして独立し、1999年にはセルフタイトルのアルバム、イベッチ・サンガーロを発売した。 バイヤー的なアップテンポのリズムとアシェの楽曲を多く収録したこのアルバムは間もなくブラジルにおいてゴールドそしてプラチナアルバムとなった翌1998年にはソロ2枚目となるビートベレザを発表これもまたプラチナとなった2001年3枚目のアルバムフェスタに収録の同タイトルのシングルが大ヒットとなり このアルバムもブラジルにおいてプラチナアルバムとなった。フェスタはそれまでのイベッチの楽曲の中で最大のヒットとなり大量にラジオ放送された。結局、フェスタは2001年ブラジルで最もヒットした楽曲となった。2002年、イベッチは4枚目のアルバム、声優なんて、アマッセタント・オージームは、 シングルチャートの首位に輝いた同名の楽曲の名を付けたものである。このアルバムは、アメリカ合衆国の歌手、ブライアン・マック・ナイトとの共演曲などを収録したものであるが、イベッチのそれまでのアルバムほどには売れなかったものの、ヒット作品となっている。これに続いて、翌2003年、イベッチは、クルビ・カーニバレスコ・イノセンタス・スエン・プログレッソをリリースした。このアルバムは、 彼女のアルバムとしては最も売上数の少ないものであるがそれでもブラジルでゴールドアルバムとなっている。イベッチ・サンガロ2004年に発売された MTV やオビーボイベッチ・サンガーロはライブアルバムでイベッチ・サンガロのこれまでリリースされていなかった多くの楽曲やバンダエバ在籍時の楽曲も収録している。このアルバムは大きな売上を築き上げた。特に ヒットを兼任したのは収録曲のソルテグランデで人々によってポエーラと呼ばれた。この曲はブラジルのラジオで頻繁に放送され、アルバムはブラジルでダイヤモンドアルバムとなり2004年で2番目に多く売れたアルバムとなった。バイヤ州サルバドールのフォンテノバ競技場で行われたコンサートを収録した DVD は ブラジルでトリプルダイヤモンドに認定され60万枚以上が売れた。この記録はそれまでのブラジルの音楽 DVD の中で最大のものであり、また2005年後半において全世界で最もよく売れた音楽 DVD となった。2005年のアルバムアズスーパーノバスはリリース後間もなくトリプルプラチナムとなった。このアルバムでは陽気でノリの良い楽曲は 相対的に比率を下げ、ブラジルの歌手、エジモッタの影響を感じさせる1970年代風の楽曲もアルバムに収録された。また、ジルベルト・ジルのヒット曲、ソイロコ・ポルティ・アメリカもこのアルバムに収められた。イベッチによる、この楽曲のカバーは、ブラジルのテレビ局グローボのテレノベラ、アメリカの主題歌として制作されたもので、 ドラマの主題歌としてよく知られるようになった。シングル、アボロはそれまでのイベッチのシングルほどにはヒットしなかったものの、それでも、ブラジルのヒットチャートの4位につけている。また、クアンド、エーシューバパッサは、ブラジルのヒットチャート2位につけ、ラテングラミー賞にノミネートされた。2006年12月16日、イベッチサンガロは、 世界最大級の競技場であるリオデジャネイロのマラカナン競技場でパフォーマンスを行った。この競技場ではかつて、ポール・マッカートニーやラッシュ、ローリング・ストーンズ、RBD、マドンナなどがパフォーマンスを行った。この競技場でパフォーマンスを行った、ブラジル人としては2002年のサンリアンド、ジュニオール以来のことであった。このコンサートの DVD は2007年の5月に、 発売された。前回の DVD のタイトルは MTV アオビーボであり、今回の DVD のタイトルはマルチショーアオビーボであった。2005年、A ボンプロダクツ社は、イベッチサンガロの香水エクストラオーディナリーを発売した。この香水はフローラル系の香りのものである。イベッチは、目下のところ、ブラジルで最も有名な女性歌手であり、また最も裕福な、 ブラジル人芸能人の一人となっている。彼女は自分のプライベートジェット機も所有している。常に同時に複数の仕事を持ち、多くの利益を上げている。オーグローボ氏によると、イベッチは1回のコンサートに24万レアルを呼び、チケットの売上の一部を求め、最終的に35万レアルが支払われる。彼女は、ブラジルのソロ歌手としては、5本の指に入る高額な、 報酬を得ている。コパカバーナ海岸で行われる、主の無料コンサートや、大晦日のコンサートなど特別なものでは、その報酬は200万レアルにまで跳ね上がる。副業である、トリオエレクトリコや、サルバドールのカーニバルのアバダーからも、またエイボンやパナソニックなど、宣伝同様に、多くの利益を上げている。これまでで最大のヒットとなったシングル曲は、フェスタ及び、 ソルテ・グランデである。イベッチの存在によって、彼女の所属する、ユニバーサルレコード社もまた、ブラジルで、最も利益を上げる、レコード会社の地位を取り戻した。それまでこの地位は、ソニー BMG によって奪われた状態にあった。イベッチのマラカナン競技場でのライブ DVD は55万5000枚以上が、売れ、2007において、ブラジル最も売れたの音楽。 DVD、またユニバーサルレコード社からの作品として、全世界で最もよく売れた音楽 DVD となった。2009年初めに妊娠して、同年10月2日に男の子を出産した。父親は、当時付き合っていた栄養士のダニエールカジである。出産後、ダニエールは、イベッチと赤ちゃんと共に、イベッチが所有するサルバドールにあるマンションに、 同居することになった。イベッチ・サンガロは、ライブ・アースのリオデジャネイロで行われたコンサートへの出演を拒否したと伝えられている。これは、アメリカ合衆国に対する批判からのものであった。イベッチが、この参加を拒んだ理由として、地球の環境汚染の最大の原因となっている、国の一つであるアメリカ合衆国が、このようなイベントを組織することに対する反発が、 あったと言われている。イベッチは、もしこのイベントが、ブラジル人によって組織されたものであったならば、参加したであろうとされている。しかし、イベッチのマネージャー人はこの説を否定し、イベントに参加しなかったのは、単にイベントのプロデューサーとの合意に達しなかったからで、あるとした。イベッチへコンペアマスへ、クライズ・コンティヌは、バゼ、2008年1月12日閲覧。 http://ego.globo.com コロンススララッッシシュスラッシュ entretemento スラッシュエゴスラッシュ noticias スラッシュ0ムール59547から5877 00 html ありがとうございます